てのバスツアーに行きたいと思います。今日はさくらんぼ狩りに行きます。ね、めっちゃ楽しみだね。ね、さくらんぼ狩りって何みたいなとこからなんだ。確かにしたことない。そうだよね、バスツアーも初めてだし、さくらんぼ狩りも初めて。めっちゃ楽しみにしてたね。できます。あ、ちなみに行く場所は山梨で、なんか山梨だからさくらんぼ狩りとほうとうも食べれるの。絶対ほんとに食べたい。絶対食べんだよ。はい、ということで行ってきます。バスに乗り込みました。結構年齢層が高めでびっくりしてる。もう一番さくらんぼ狩り楽しみにしてるし、全然多いのかな。今日はね、ママたちと4人で来てる。はい、皆様おはようございます。本日は、プリンシブル自動車ご利用いただきまして誠にありがとうございます。今日はディズニーランドではなく山梨河口湖方面ですね。はい、私からお願いがありますけれども、皆様旅に慣れてると思いますので、サービスエリアに着きました。めちゃめちゃ大きそう。美味しそうなの、ね、いっぱいある。お腹空いた。屋台みたい。に到着。今から河口湖のロープウェイに乗るらしいです。50分待ちだそうです。すごいね、そんな待つんだね。ね、いいだね。なんかさ、普段さ、ここ来てさ、もしさ60分並びますって言ったら並ばないじゃん。諦めるよ。そう、だからちょっと楽しみ。めちゃくちゃ綺麗、景色が。景色を見る場所って感じですね。じゃーん。これからさくらんぼ狩りをしてきます。種入れでもらったちっちゃい袋、かわいい、かわいい。さくらんぼある？上の方にいっぱいあるね。あ、ほんとだ。さくらんぼ、朝どれのさくらんぼ冷やしたやつをいただきました。食べます。いただきます。はい、ありがとうございます。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。さくらんぼってこんな美味しかったっけ。めちゃめちゃ美味しい。ね、最高。めっちゃ美味しい。
ボタンを。ちょっと休憩中です。さくらんぼめっちゃ美味しかったね。でもさ、なんか意外と自分の手の届くところになくてさ、そうね、さくらんぼ狩りができなかった。ずっと脚立持ったお兄さんの下にいたね。そう、お兄さん、かわいそう。でもめっちゃ美味しかった、美味しかった。じゃあ次は多分なんか庭園、ハーブ庭園行きます。僕が終わったら次はほうとうを食べに行きます。念願。かわいい。見て見て、お土産のメロンもらいました。めっちゃいい匂いすんの。めっちゃいい匂いだね。すごい、これ3人で来てるからお家に3個、3玉くるメロンパーティーできるんで、お家でメロンパフェ作ります。この後はほうとうを食べに行きます。初めて食べた、ここのほうとめっちゃ美味しい。なんかお肉とか入ってる、珍しくないのか。ほうとうぶどうが入ってないだけだよ。あ、そっか、そう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 。一人前の量がおかしい。だからなんかシンプルになんか鍋で食べてるっていうだけでさ、もう気持ちがいっぱいになる。ツアー初めて来たけどさ、いいね。うん、いろんなところにさ連れてってくれるからさ、自分で予定決めなくていいとかさ、確かにそういうのもいいよね。逆に見るわ、バスツアーのコースを真似して予定組むの楽だなって思った。確かに。メモリと、うん、のコースをね。そう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 。確かに確かに。で車で行けるんでしょ。うん、めっちゃいいわ。それじゃないんじゃないの。今度は見てみてね。お願いします。完食しました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。暑くて暑くて暑い。もう汗かきながら食べました。なんで汗かきながら食べるのってマジで意味わかんないよね。ね、はい、ということで次の場所に行ってきます。佐藤勝沼さんに着きました。ワイナリー、ワイナリー。お腹が重たいわ。ね、足も重たいわ。怖いけど飲みます。これ飲んで顔真っ赤にしたらやばいね。シャン。甘いね。ガーナ、ガーナ。キメカブにしよう。キメカブ。買います。今回のツアーについてくるクーポンを使って買います。しっかり買えるね。ね、めっちゃいい。エビナのサービスエリアに着きました。はい、帰りはエビナだったね。ねえ、エビナ行き寄れなかったから、ね、
しい。イエーイ。甘いの食べたいのでデザート買いに行きます。まだ食べる。結構早めに飲むの嬉しいね。ちなみに無脂肪ミルクで蜂蜜追加。甘い。めっちゃさっぱりしてる。美味しい。美味しい。これ持ってバスに戻ります。美味しい。多分このまま横浜に着くね。もう、そうだね。今日は楽しい旅でした。ねえ、また行こう、バスツアー。はい、ということでめちゃくちゃ楽しみました。楽しかった。やっぱいいね、行き先が決まってるっていうのがね。確かに。じゃあまた。